皆さんこんにちは。サックスプレイヤーの永井香織です。今回は HY さんのなおという曲を演奏してみました。とこの曲はですね、歌詞がとてもメッセージ性が強く切ない曲なので、あまり原曲にアレンジを加えずに忠実に再現してみました。また、演奏する時のポイントなんですけども、 A メロ一番冒頭ですね、そこは優しくあまり音を張りすぎずに演奏してください。そしてサビに高音が出てきます。そこをグッと張ってあげることによってメリハリがついて切なさ悲しさが表現できると思います。そちらにも注目して聴いてください。それではどうぞ。
ー